¿Cómo estamos, mi pueblo? Estamos, gracias a Dios. Amo el pueblo, de ella, por el pueblo. Voten. Estamos vos, vemos un capítulo. Claro. Amo el pueblo, hoy, más que la vez. この V 字型がちょうど額に来るような感じ、そしてこう、ね、自分なりとこの線外から、あんまりあれなのか難しかったらこの辺でもいい、そしたら下がってくると自分が下がってくるとこの手こうなってくるから、ね、ここに下げてくる、走ってちょっと向きやすと、こうなったらぶつかったら足がぶつかってくれば足を浮かす、これ上げて下げる、今度じゃあ今こう上げてできたんだけど、もしくはまっすぐバッと落としてきたんだけど、今度これ自分がこっちから引くのこう来てる、ちょっと落としてきます、同じこうガツッとぶつかる前に足が動く、どっち動きましょうか、正中線でこっち動く、そしてここが入ってくるね、そうするといいかな、正中線でこうやってるのも同じ、これ無理やりこうやって足をやんじゃなくて足がぶつかる手前に動かす、ぶつかる手前に動かす、こういう足は自由だから、ここから足を浮かしてそれでここもらえるんですよね、この状態、そしたら足がこれでこう自然と今のこう、ここでこうやってやってるのと、今上げてってやってるのと、手は手だけ見ながら、このこう上げてきてる。で、ね、足が動いて、瞬間にこういうふうに。
無理ですよね。だから自分がこう入ってくるから、こう落ちて、降りたって、こうだから、こうできる位置探さないといけないので、こう、なるべくいない。足を。こういう感じだと思うんです。だから、あの手でこう形がさ、手の形がこうだと思ってやって、って足止めてやったんじゃどうしようもないと。だからこういう形にするために自分がここに入ってくると、同じように、いろんな技が、このできる感じ。いつも、こうやって。ね、こうやって入っていけないですよね。物件振れないですよね。これあるし。だから物件振るためには自分がこう方に回って、でこれで物件が振りかぶった。で下げていくためにこちら回ってから下げる。物件切った形。でまた振りかぶって、また上げる。そういうふうに場所とこの辺が先に動く。こういうふうにやるためにこっちが動いていく。でやった方がいいと思うんです。じゃあちょっと入り身になめようかと思って。今言ってたのは、まあ、どこ行けば自分がいい形で振りかぶれるかね。ここじゃ振りかぶれないんですから。必ずだから自分のこの場所がいい場所に行って、そういう振りかぶれるっていうのは。そういう振りかぶって、なんか、こう下へ行ったらなんかね、こう先に。こう振りかぶる場所探ししてるみたいな感じ。あの、だから、この、無理やりこれ、パッと。ぶつかってるのにかかわらず、こうやってやったって力同士になっちゃって、逆に強い人の方が絶対強いんだから。で、形にはめるっていうかな、こう自分の形にこうはめてるんだよね。で、こう、じゃあこっち出たら、振りかぶったらどうだろうなって、こうなって、血を投げちゃう。で、今はみんな外側の、こういう、こう、外側からこういう。こう振ると、こういう、血を投げての、同じ振りかぶった。肘がこうなるか、こうなるか、力くんの違いだけ。で、こうやって回ってれば、こう振りかぶってくると。この位置だったら、こう振りかぶって取れますけど、こう回れば。で、今ちょうど正投げはちょっとこう入ってきて、こう入ってきて、こう振りかぶって。足がこっち来れば、こう乗せ返しの形だし。ここからこうやってて、ここから来れば、振り投げの、やっぱり振りかぶると、同じ形ですよね。ただ距離がちょっと違う。四方投げと距離が違う。だからこう足を、こっちで出してくれば、四方投げだし、こっちで出せば、お手返しだし、向こうで出れば、こう出る。そういう。今度は少し、こういうふうに。それで、この外に彼で振りかぶで出して入って振りかぶで向こう行けば足を投げ出し足をこっちこういう回転でこう張ってればお手返しだしでこう持ち返してお手返しですねでここからもう振れば近ければ振りかぶになるこういう感じでここ入って振りかぶってじゃあ胸の穴だと思うんでいや、それ3つ。距離の違いとか、やってくれたと思うんだけど、距離が、相手との距離が違うとか、自分のステップが違うとか、技がいろいろ変わって違う呼び名になって、入り身投げと小投げと同じなんだけど、同じ豊富にやってないけど、自分の意識ですよ。でも、距離が違うと、ああ、今の小投げとか、今の、そういう感じで、そういうふうな稽古の仕方もあると思うんですよ。やってる意識を同じ意識にしといて、自分の同じ意識。でもここにこう入ってくると違うなんか呼吸投げみたいな形になるとこうやってきて四方投げ同じ式だけどちょっと距離が離してくると同じ式だけど違う技になってくるんですよねしますよねこうやってボーンってやってなんかねこうただ四方投げなんだけど逆なんですからこうくれば呼吸とこう手取ってきたらまだいいそういう感じじゃないですかだから要はこの自分のこの動きとしてはこうやってやって、ここ自由にとか、足が自由にとか、で、あの、やってるつもりなんですけど、技が違うんですね。で、初めから何かやろうと思って、塩投げやってたと思って、塩投げやってたとか、あーちょっとなんか妨害したら落ちちゃうとか、距離が違う、場所が違うだけ、やってる意識が上下、やってる意識は上下。ベストは水中線で上下って言ったら
で、そういうことをいろいろね。じゃあ、こういう呼吸やりましょう。これもあの、ね、基本正中線なんですよね。正中線だけど、あの、何手がこうになって離れてきたから、この状態でって。本当はこうなってた方が、こうやっていけば、ね、どっちか。で、あと、持たれたとかはもう、動かしちゃダメですね。動かさないって。この持たれたらもうここは動かないと思ってた方がいいんですよ。動かないでこういうところが動きますよね。だからこういうのほら動かない、動かないで動くからこうやってこう動く、ここ動かそうと思ったって動かないの。だからもう動かないって諦めてもらって、こういうところを自由を探すっていうの、自分の足とかね、こうやって持たれてたら同じですよ。いきますよ、動かさないつもりでいても、自分の気持ち次第でさ、動かしてなんかやってると思ったら無理だけど、万力でここ止められちゃってたら動かないんだよ。でもこういうふうにあって、こうやってこうやってあるみたいななっちゃう。そういうつもりで、そういう意識、そういう理解ですけど、そういう理解で動かない、だけどこのところは自由だからこうなる、こうできました。そういうふうにやった方がいいと思います。じゃあこういう自由なのね、自由なの、自由なの探してるってこと。ここ動かないの、ここ手を動かそうと思ってるのを間違ってるって、それ最近そう思ってるんですね。じゃあちょっと呼吸を。